日本東京都品川区西品川西品川は東京都品川区の地名。現行行政地名は西品川1丁目から西品川3丁目。郵便番号は141-0033。品川区の中部に位置する。町域北部は百端通りに接し、これを境に大崎に接する。東部は区役所通りに接し、これを境に広町に接する。 南部は二王に接する。南西部は豊か町に接する。西部は戸越に接するため、戸越銀座通りに通じる。町域内は大井町駅、加心名駅、大崎駅の各路線に囲まれた立地にあり、利便性に優れた住宅地である。近年、西品川一丁目地区では、住友不動産などにより、都市再開発が進められた。 大崎駅から大井町駅までを結ぶ道路ネットワークの強化と地域の憩いの核となり防災に貢献する約8000平方メートルの広大な緑地広場、都内最大級の基準外面積1640坪を備えたオフィスビル、賃貸マンションなどを整備する計画で2018年10月に大崎ガーデン式として完成した西品川地区の北よりは 大崎駅に近いことから、このように抗議の大崎エリアとされることもある。2021年4月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内を横須賀線、東海道新幹線の線路と大崎支線が通っているが、町域内に JR の駅はない。町域南端付近に 東急大井町線、河川名駅が設置されている。町域外では、南東の大井町駅と北側の大崎駅が利用可能である。ありがとうございます。